痛い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 よ。ここだ。痛い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 。よいしょ。ここだ。痛い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 。でもこれも効くんだよな。効くんですよ。ここ。うわ。これ。その辺っていうのは分かるでしょ。そう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 。よいしょ。ここ、よいしょ。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 いや細かい部分ね、大丈夫かな、はい、細かい部分ちょっと緩めていきますよ。ここでもまあ痛みがだいぶ減ってきてるでしょ。あよいしょ、はい、では反対側触っていきますね、はい、よいしょ。ではここね、はい、ここあ痛い痛い左側より痛いよね。よいしょ。よいしょ。で、この回はですね、ギリギリでいきますよ。はい、全部痛くなくなってきたね。では、こちら側を上で横を向いて寝ていただいてもよろしいですか。はい、はい、すみません。お尻の筋肉ってここからここまでくっついてて、ここがね、硬くなること多いので、ここをしっかり緩めていきます。で、私がわざわざ説明するってことは、痛いってことだから頑張って。うわ、痛いね。痛いよ。うわ、ここだ。痛いね。これが、あそこですね。
ガチガチよいしょ。ガチガチあ、痛い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 。よいしょよいしょよいしょ痛いよ痛いよよいしょ痛い痛い痛い。よいしょよいしょはい、では反対側も行きましょうか。はい、反対、反対。じゃあ、今度反対側ね。はい、行きましょう。痛いよ。痛いよ。痛いです。ここは。痛いです。痛いです。よいしょ、ここ。うん、そうです。ここです。ここです。よいしょ。よいしょ。では上向き、はい、ああだいぶすっきりしたね。はい、足曲げますよ。痛い、痛いますね。痛いんちゃうそこ。痛い今度はここ。そうです。そこです。ここですね。はい、足曲げますよ。はい、足曲げますね。脇の部分ね。ここ。うわあ、痛い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 。ああ、痛いね。痛いね。
ね。うわぁ痛っ痛っ痛いよ痛いですよ。で、肩こりに効くね、この胸の部分ね。あここ痛い痛いよ痛いね。よいしょよいしょよいしょ。はい、ではうつ伏せになってみましょうか。ちょっと背中触るとちょっとだいぶ柔らかくなってくれてるね。さっきより全然マシですね。ですね。右側もほらだいぶ柔らかいでしょ。ということは足の疲れから背中も上がってきてたよっていうことがわかるわけね。で今からねまだねちょっと硬いところがあるからそこしっかり緩めていきますからね。